三枚岩先生です。これね、FX、三枚岩先生の FX 投資なんですけど、こちらのね、今何も投資してないんですけれども、アフリカランドですね。で、売り専門の FX のスプレッド、利益食いですね。でやってます。で、こういうシグナル表示が白文字になってるインジケーター、これ僕の方で分析してるんですけど、30分はない、デーもないもんですね。で、今のは4時間。これが出ると非常に理想的なんですけど、こっからシグナル出て、ここまで、ね、売りで勝ち越してるわけですね。ここは負けてますね。これ5分足ですね。これ1時間。ね。1時間はどうなんだろうな。ここで勝ってますね。こう勝ってますね。これはね、155周期になってる。ね。これ1時間だから、155時間後。ね。というふうになってますね。それでね、私の仕事の妨害でね、徹底してね、犯罪者を近寄らさせよう、殺人者とかね、近寄らさせて、仕事を邪魔させてきます。徹底してに地球上の人間で最大の犯罪者、ね、を近づけてきてね。仕事妨害するっていうのは非常にこれ人間全員やってきてるんですね。汚い方法でもこの大変お金付けの上に1億円とか置いて仕事してるのいるわけですよね。でそこにね犯罪者を近づけさせようとかこれ役所がやるんです。徹底して妨害で政府とか世界政府がね徹底して真面目な仕事妨害するんです。で役所より、本物のこういう外形で取引できる人ってのは役人よりか役人でしょ。だからね、徹底してね、犯罪者を近づけさせるんですね。そのね、仕事がね、もう、1000分の1ぐらいしかできなくなっちゃうんですね。犯罪者が近くにいるとね。で、それ離れてても、その、頭、犯罪者に情報を伝えるんですよ、脳波で、人間たちがね。その悪質なね、人間たちの仕事妨害でね、非常に、ひどいんだけどね、もう24時間やってきます。でね、代表で一番犯罪者、殺人者とかね、いう、頭聞かせるわけです、情報全部。で、人間全員が情報ノウハウで教えるわけですね。それで私の仕事を妨害するんだけども、それがもう非常に悪質でね、何もできなくなっちゃうんですね、仕事がね。で、1万分の1ぐらいになっちゃうんですね、仕事がね、そういう犯罪者の。ね、1億分の1ぐらいになるかな、仕事量が。すごい妨害ですね。で、父の殺人もね、僕のね、NHK の紅白歌合戦25年間ぐらい、音楽の監督をやったんですけども、殺人もこれね。2回目の母は毒殺したんだけど、妹がまたグルでね、で妹がね、裁判官の旦那さんと結婚してましたね。で一緒に組んでまして、妹も殺人者の一人ですね。やったのは2回目の母ですけどね、毒殺でね。で、警察、まあ、もともとから警察が私に対して対抗してくるから、絶対捕まえないんですね、毒殺でも、殺人した人ね。元のグルで死刑ですけども、2回目の判は死刑ですけどね。
で、あと、もうひどいひどい。で、また近くに住んでるんですよね。で、殺人した直後に毒を入れた2回目の母は、老人ホームの施設に入っていますけどね、警察絶対捕まえて邪魔してやるだよな。絶対無視。ね、殺人、ね。倒れる時に山中湖の別荘から緊急で僕だけに電話もくれたんですよね。これもね、偽装なんて言ってきてるんですね。あの、証拠、あの、記録は残ってたわけですからね。ヤフービビ回線で、ね。で、あの、それで倒れて1ヶ月後亡くなったんだけど、私もやられたんだよね、前ね。40年間ぐらい、知らなくてずっと、無遊病でしたからね、私の場合ね。なので、100% 死刑なんだけど、元もグルですね。で、あと、父の妹も二人とも悪くてね、じいさん自体は良かったんだけど、今度は父に変わったでしょ。で、父はちょっと悪かったんですよ。だから今度、本家殺しでね、父に、周りの人間たちと、本家の跡取りとかっていうのを殺しにかかるという、ね、親父は裏切ってね、来たんで、それで仲間あれでね、生前贈与でね、私だけ駐車場のね、遺産、生前贈与を前もって知ってたんですよ。それで、家族は怒って殺害しちゃったんですね、ハンマーガイチ。作曲家で芸能人やってましたけどね。で、家族が犯人で、やったのは2回目の母ですね。私の母じゃないんです。妹を産んでますね。妹と父ね。はい、そんなので、兄弟もグルですね。あと関係者全部グル。関係者全員犯人ですね。私以外ね。まあそんなことでね、父の毒殺はもうこれひどいですよ。全然。で、また、父は僕に対しては味方じゃないからね。やっぱりね。だから、死ぬ時に電話もらいましたけどね。遺産は全部僕の方ということに。ね。全部電話でね。頭で話してて、父はもう無遊病だったんですけどね。だからね。意味的には遺産全部僕のものでした。ただ僕は億万長者だからね。あと税金かかんで、法律事務所も無視ですからね、東京の。で、100個ぐらい電話したんですよ。全部殺人は見ないっていうことで、全部無視されましたし、東京裁判所とか警察署も100個ぐらい電話したんだけど、私警察の仕事やってましたからね、昔ね。セコモで FBI やってましたから、IBM の研究所にいましたね。で、IBM の取締役もやってましたけどね。警察は一切無視で、父の毒殺は2回目の母とですね、あと共犯が妹ですね、姉もそうですよ、ね、まあ、話してます、姉にはちゃんと話してますけどね、兄弟全部クールで、妹がひどいですね、やっぱり2回目の母の、を産んでますからね、一緒に、ね、共犯で、ついてます。嘘はつきますけども、完全に 100% 嘘しかつきませんから。ね、まあそんなこと。で、これはね、スワップ金にも入れてるんですね。売りだけの収納しか出ません、これ全部。で、スワップ金にの、入れてるのですから、売りしか会話しないんですね。だからちょっといいところ、収納が来たときに、ね、4H がいいですね。こういうとこ、シグナルが来たときに、で、ここで決算する。で、これ69だから、ね。周期がこれ41だから、4×69 なのね。各自違うんですよ。計算の時間がね。これ計算してみると、69×の4時間でしょ。割るごとの20何日かな。
11日間なんでね、11日後計算してですね。それでこの72%ですね。というふうに出てますね。これで FX の稼ぎをと、ここだけ取るわけです。で、これみたいにね、こう、負けてることありますね。これは5分だから大したことないけども、幅がね。これはこのとこ、シグナル出てませんからね。こういうのですね。これもこのとこ。だけど、前には出てます。で、まあこのようにね、FX だとバイナリーオプションよりか無限に稼げるんですよ。バイナリーオプションはね、せいぜい500万ですから月稼げる、稼げるのがね、許されるのか。月500万。定期的にはね、500万以上は許されません。多いと閉鎖されちゃいますから、バイナリーオプションは。だいたい500万ぐらいですね、月稼げるのか。バイナリーオプションはね。FX だと何億でも稼げ、株とか FX だと何億、100億で1兆円でも稼げますけど、FX の場合はね。バイナリーオプションはね、500万ぐらいですね、せいぜい。月。稼ぎがね。だから、年収1億なんて結構、なれないんですよ。で、FX だと、簡単なんですね。だけども、思考はね、同じなんです。この、バイナリーオプションと同じ。こういうふうに、損切り上と下つけておいてね。こうするんですね。これはもう、損切り、ね。この幅ぐらいで平均のこの間の幅ぐらいで見えますから、損切りね。これ上がっちゃってますから、ここら辺まで上がったらもうシャットアウトですね。この幅の平均ですね。今ちょっと表示してないので、この幅の平均値を見とくといいですね。ちょっと分析に入れようとも。この平均ですね。この幅。黄色の間の平均がどのぐらいの幅になってるかってことですね。これ全部計算しないといけないですね。それで、ね、損切り決めるんですね。ここの上と下ね。で、ここにするかというのは問題ですけどね。計算ね。ただ分析がそうだからね。損切りはね、上は損切りはその幅にして、ここは利益分の幅にするんでしょうね。で、ちょっと待ってね、これね、バイナリーオプションも投資してるんですよ。これね、昨日からで8608円。で、左から9200円ですね。だから4200円の利益。これデモですからね。3680円の利益ですね。これも、これ違う。今、プリンターをね、買っててね、で、これがね、バイナリーオプションのインジケーターなんだけど、またこれ、これね、止まっちゃうんだよ。こう切れちゃうとね、またこう、立ち上がれてね。OK。これで戻る。ね、そんなことで。これは FX でスワップ金利。まだシグナル出てないんですね。これはね、損切りしてるからここで切ってますね。このぐらいの幅で ね。で、これギリギリだけど、切れちゃったかな、これ。一回上がったからね、これね。ねえ。この幅じゃ足りないかな、平均。まあ、このぐらいのがあるから結構平均だとこのぐらいだもんね。難しいね。損切りのね、手術ちょっと考えてみましょう。これも分析データで計算してみます。ちょっとね、これ取引やってるんで、こちらの方はね、またにします。これ、深かった。